大幅にメンバーを入れ替えた中で12試合ぶりの勝利をつかむことができました。今日の試合どのように振り返りますか。まあ、本当全員で、ね、みんなでこのまで日本一になったばっかりですけれども、天皇杯を勝ったっていうのは全員の力ですし、それを今日は示そうという中でピッチに立って、全員でそれを示せ、本当に嬉しく思います。たくさんの人に僕自身も遠くの空に届けたいこともあって、とにかくこの試合が勝ちで終われてよかったです。